こんにちは、高橋です。皆さんお元気でしょうか。おかげさまで私も元気です。ここからの映像が久しぶりな感じですが、ちょっとね、録音の環境構築とかねしてて、いろいろものがまたね増えてますけどね、よろしくお願いします。今日はね、西澤さんからの、お悩み相談が来ております。奥様にカリンバを始めた奥様にマウンティングをしてしまうということで、ちょっとね読んでみたいと思います。47歳西澤流さんから。しげとさん、西澤です。相談したいことがあります。妻がカリンバを始めて一生懸命練習しています。良い趣味ができたと微笑ましく思っていたのですが、ウクレレの練習になぞらえて、ああした方がいい、こうした方がいいとつい口を出したくなります。妻は楽器は苦手で歌も音痴です。ただの暇つぶしに始めたことでカリンバが弾けるようになって、ああなりたいとか目標はないようです。私はせっかく練習するのだから早く上達してほしくて、カリンバには全く知識はないですが、楽譜の見方とかリズムの取り方とか、いわゆるマウントを取ってしまいます。妻にも鬱陶しいから黙っていろと言われますし、自分でも分かっているのです、でも言ってしまいます。なるべく聞かないように逃げるようにしていますが、それで解決する問題でもなさそうです。どのようにしたら気にならなくなるかアドバイスをいただけたらと思います。また生徒さんに同じ境遇の方の解決方法を教えていただけたらと思います。ぶしつけで申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。ということで、西澤さん、ありがとうございます。ですね、これはまあ他人だったら起こりにくいっていうかね、まあ、ただしライブハウスとかで親父が若手の人にマウント取ってね、ああだこうだ言うと、僕も言われたんですけどね、無意味ですよね。全くいいことないです。嫌われるだけなんで、奥様との関係をですね良くするために、まあ言ってもしょうがないというかね、言わないに全く越したことはないんですけども、なぜかというかね、気にならなくなるかではなくて、気になっても言わない方がいいというか、ご自身のために言わない方がいいと思うんですね。奥様のためにも、奥様にも迷惑ですし、その一緒に住まれている奥様に迷惑をかけると自分の生活も何らプラスにはならないので、すぐにでもこれはやめた方がいいんですけども、なぜかみたいなところが、例えば少し納得がいけば言わなくて済むのかなっていうのがあるので、なぞらえてというか、例えばですね、僕は生徒さんにアドバイスっていうのは仕事というかね、レッスンしますけども、これは生徒さんが上達したいとか、こういうふうに弾けるようになりたいとかっていう、そこが共有できて、じゃあ僕の視点から見るとこういうふうにやるとそっちにいけますよねって話なので、そこの共有ができてない時点で、なんか全てアドバイスにはならないんですね。どんなにいいこと、自分がこんなにいいと思っていても、相手は その一緒に行こうとか連れてってもらおうとかっていう気持ちがない時点で、自分の価値観ですね、これがいいんだとかっていうのを押し付けても、それが心の奥底でどう思ってるかっていうのは別として、その共同作業をやるっていう契約でもないけど、その気になってないところなんで、何かを言うこと自体がね、ありえないですよね。例えば僕がじゃあどっか巷の教室みたいなとこ通りかかって、あ、違うと、ここはこうやって弾くんだとかってね、指導者さんがいようがいまいがいなくてもね、お願いされたらそりゃいいと思いますよ。もっとこういう風に弾けるようになりたいんですよねとかってあればいいけども、ない時点で行って、急に外から部下行ってもおかしいですけど、例えばね、こんな経歴があってとかいうのは伝えたとしてもね、了承がないところで言って
てもやっぱしょうがないし、僕の時間の無駄にもなるし、相手には時間の無駄以上に不快なことを、気分をね、悪くするんで、その、持ってる価値観がいいとか悪いとかっていうよりも、それぞれの持ってる価値に、それぞれの価値があるんで、押し付けるっていうことが、やっぱりね、ちょっと、まあ、控えた方がいいと思うんですね。まあ、僕は仕事でやってるんで、その、了承が得ないまま、なんか、教えてやったとかって、僕の時間がもったいないので、まあ、ね、絶対その、こうなりたいっていうのがあって、一緒に、じゃあ行きましょうかっていう、この、まず最初の手続きが確認ない時点で、こうした方がいいなんて言っても、全く無駄なんですよ。絶対そうは、まあ、絶対とは言わないですけども、うまくなりたいって来てる生徒さんにですら、ああだこうだっていうのを、その、なりたい速度とか、なれると思ってる速度とか、こんな風なところに行きたいっていうのが欲望がですね、メラメラ燃える前に、こうしたらもっと良くなるっていうの、わかんないものを言っても、押し付けになっちゃうんですよね。うん。だからいかにその、自分が教えたいっていう、なんか認められたいとかね、ここにも書いてあるのは、早く、上達してほしいっていうのは、これはやっぱ迷惑なんですよね。早いことがいいかどうかもわからないし、ゆっくり楽しみたいかもしれない。山登り一つにとっても、走って、こうタイムアタックして降りてくる人もいれば、景色を楽しんでゆっくりお話ししながらご飯食べながら行きたい人もいるので、そこをやっぱりね、押し付けるのは、うん、価値観の押し付けはやっぱしね、ちょっとね、これはお互いのためにやめた方がいいと思いますね。そこの理解ですよね。西澤さん、僕と一緒にやってる分には、一緒に上手くなる、こういう演奏ができるようになるってのあると思うんですが、これは本当にまあ、要は、まあ、言ったらその大リーグの、まあ、大リーグ行けなくても大リーグクラスの球を投げれるようになりましょうとか、いう話で、それいきなりそのね、草野球っていうかね、小学生が、バットとボールが、あってね、戯れて楽しんだっていうところに、そのフォームは違うみたいなね、話を。しかも突然ですよ。その憧れの選手であって、教えてほしい。まあ、しかも異種格闘技戦なんで余計ややこしいんですけど。うん、まあじゃあ、子供はサッカーしてんのに、この野球で身につけたもの、そのフォームによればこのサッカーの蹴りはね、違うんだみたいなね。かなりね、まあ楽譜の読み方とかですね、共通部分とはいえですね、とりあえずその音楽が共通の趣味だったらいいなとか思うのありますけども、その早く上達してほしいっていうのが、やっぱこれが、そこがやっぱり押し付けですよね。本人はそういうことを望んでいるわけでもないでしょうし、わかんないですよね。で、奥さんが自分で楽器は苦手で歌もうんちですって言ってるんだったら、まあ、そうなんですけど、家族にでもそんなこと言われたくはないと思うので、本人にはそういうことは言わない方がいいと思いますよね。間違っても言わない方がいいと思います。暇つぶしに始めたのかもしれないですけども、目標がないっていうのは西澤さんの受け止め方で、もしかしたらその素直にそこは話してくれてないかもしれないんで、言うとバカにされるとか、あるかもしれないし、相手がすごく自信があった時に、自分の持ってる目標が小さく相対的に見えたら言いたくないっていうこともあるかもしれないですし、頭ごなしになんか言われそうだから、あえて目標は言わないかもしれないですよね。まあその、お二人のね、お二人のご家族の関係なんで、僕があんまりああだこうだ言っても、まあそれは二人の中の方が、まあ何十年とね、十何年か。それは
詳しいとは思うんです。まあ、音楽っていう切り口でいくと、とにかくこれ価値観の押し付けは、まあね、いい悪いということが、あんまりそういういい悪いのジャッジを僕はしないですけども、まあ迷惑かなと思いますよね。例えば、まあ、西澤さんがちょっと料理に目覚めたという感じで、ワイルドな男の料理でね、俺流でやるんだって言ってる時に、奥さんからその三枚のおろし方は手順が違うと。早く上達してほしいから、ちゃんとこの古来のね、板前さんの技術を言ってんだっていうような感じだったりとか、まあ、西田さん、最初は今までですね、受講されてますけども、最初はずっと教材でね、僕にメールで質問いただいてましたけど、まあ、そんなメールで質問なんかよりも レッスン受けた方が早いですよなんて、一言も僕言ったことないと思うんですけど、まあ、そんな感じだった。これですら同じ目標に、ね、ある程度向かってるから、まあ、その時はそうかなと思うかもしれないですけども、これは西田さん、全然違うことをやってる時に、僕がまあね、たまたまですよね。たまたまだから、まあ、知り合いかなんかで、いやいや、ウクレレってのはこうやった方がいいんだと。まあ、言わないですよね。僕は言わないです。生徒さんが一緒にレッスンしてる人ですら、教えすぎるというか、こっちの英語で押し付けても、そこまで温まってなければ無意味というかね、気づかない。本人がやりたいこともやりたい、やりたい、やりたいと。こうなってきた時に、じゃあこういう方法ありますよとかっていう感じで、やり方がわかんない時とかですね。それを、これが最高だから、あなたも、目指すべきだみたいなことは、ちょっと言えないですよね。まあ、もちろんね、音楽が、まあ、正確な方がいいかなとかね、まあ、西洋的なね、ヒエラルキーだから、あっちの音楽は。もうこれが正しさだと。あっちの音楽、まあ、神学の派生だからね、数学とか。だからもう絶対正義みたいなもんあるけども、実際そうじゃないですからね。こう西洋じゃないんで、東洋のいろんな価値観がある中で、そっちをじゃあ一緒にね、ここをやろうって認め、あったらその道に入れるけども、その前提がないところで、これが最高だとか言っても、まあ、それは、この人は言っとるわという話なので、まあ、非常にね、繰り返しになってしまいますけども、まあ、聞かないように逃げるして、ようにしているっていうのは、まあ、それはそれでよくって、でも本人の練習、でも一生懸命練習していますということなんで、まあ、ご本人はですね、なんかまあ目指すとこあるんだと思うんですね。それが明らかに西澤さんとその価値観が違うか、そのあまりにもその勢いが違うか、それを言ってしまうと、なんかもっと余計なことを言われそうかなっていう感じなので、とにかくこれはね、余計なこと言わない方がいいと思いますね。気になっても言わない方がいいと思いますし、その本人楽しくというか一生懸命練習してるんで、ほっといてあげて、自分は自分の ウクレレの練習とかをしたらいいんじゃないかなという感じがします。これぐらいしかね、これがアドバイスになっているのかどうかわかんないですけども、まあなんか僕からしてみればもう当たり前すぎるようなことですけども、まあ、あえて人から言われることで、だよねとなればいいかなという感じで、まあ僕らもライブハウス活動とかしてた時に、おっさんとかにこう言われて、もうこれはないわと。これは絶対ないわと。でも学生の時とかね、僕らはね、先輩が後輩にめちゃ偉そうに言うし、僕も言ってましたけど、言われてるからね、本当はわかるはずなんですけど、なんかね、まあ、一定レベルぐらいそれをまあやって、あまりにもその、こういう、やっぱ価値観の押し付けって、本当に迷惑だなって思った時に、まあ、
ないなという感じになるんで、本当にその趣味なんか上手くなったらダメって思ってる人も本当にいるので、せっかく暇つぶしで時間が潰せるの、上手くなったりしたらクリアしてしまうとかね上手くなったら大変だと思っている。本当その例えば趣味ゴルフで、まあ、上手くなりたい人もいっぱいいるけど、接待ゴルフで上手くなって勝っちゃったら大変だみたいな人もいるので、いろんな価値観がありますので、とにかくその自分の価値観はこれがいいんだと思ってるのは、僕との関係とかね、その同じ志を持つ仲間とかはだよねとなると思うんですけども、まあ、同じ音楽だとしても同じ楽器だとしても全然価値観は違うので、そのそれぞれの持ってる価値観はやっぱり大事にしてあげましょうということで、これでまあアドバイスになるのかっていう感じですけどね、何かまたこれを受けて思ったことがありましたら教えてください。はい。それを受けてまたね、やり取りすれば、なんか良くなる方向に行くんじゃないかと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは、